で来ました池田です、早速席順で出血取ってくるので呼ばれたら元気を返事してください、まずは池谷玲子さん先生彼女は池谷ではなく池ヶ谷ですごめん池ヶ谷玲子さん、次が教えてくれたありがとう学級委員なんで次が小田光平君先生彼は小田ではなく織田です織田光平君永田京子さん長田です井口達也君井口です阿部美穂さん安部見事だね見事に逆ついてくるね先生なんで読み方を覚えてこなかったんですかいや初対面だし早く馴染もうかなと思って読み方とか聞いてさコミュニケーションだってさやり方は自由ですけどこれ以上間違えるようでしたら教師怠慢で教育委員会に訴えますよちょっと待ってよもう読み方普通の子いないんだもん先生普通とは一体何なんでしょうすごく厄介とにかく気をつけてください分かりましたごめんなさい、学級委員の小沢君学級委員の小沢ですごめんね続きをじゃあ渡辺じゃなくて渡部渡辺です中島じゃなくて中島中藤です庄司じゃなくて東海林東海林の一歩先すでに一歩先行くね先生こんなんで驚いてるようじゃこれからどんどんついてこれなくなりますよなんで難しい順に並んでるなんで普通に席替えしない先生普通とわかりましたわかりましたもうじゃあ後ろ藤大輔くん後藤大輔揺さぶるじゃん揺さぶるじゃんね、せっかく捕まえに行ったのに、はい、出血を小林松林です伝村田村久保田久保田です山谷川瀬川ですすましっこいこっち行ってこっち行ってこっち行ってあっち行っていよいよ教育委員会に言わないとダメそうです、ね、次は大丈夫です次は大丈夫ですから学級委員の小沢太郎君小沢太郎ですそっちもそっちも太郎部屋の顔が見てみたい先生、僕の両親は幼い頃に亡くなりましたごめんなさいごめんなさい先生、言っときますけどね僕の名前で驚いてるようじゃあ次の生徒の名前死んでも当てれませんよ急に何のスイッチが入ったんださあ、出血鈴木優しみさん鈴木由美ですやってくれたね陽動作戦とはすすごく優しい君は小沢太郎くんだよ次いきます竹之内太志くん竹之内デブですデブ太志と書いてデブ今流行りのキラキラネームですねキラキラしてない全然キラキラしてないえ竹之内デブくん竹之内デブさんです女子なんだ女子なんだそうです親の顔が見てみたいね、マジで先生、彼女の両親は1年前に上手ごめんなさいマジでも次行きます竹部舞さんブブブさんブブブブ幼い頃に臭い大人になってほしいんだよ親の顔が見てみたいよ彼女の両親は幼い頃になる全然親の顔見せないねマジでキミア・タイラービビアン・テイラー聞かしたの彼は元アメリカ人ジョージ・マッケンジジョージ・マッケンジまだいジョージ・マッケンジマッケンジの間が島に吸収されてるジョージ・マッケンジブライアンブライアン名字覚えたのブライアンなりないでしょ名字は捨てたみたいですね名字は捨てられないの次行きますずいぶん雑な子が出てきたねずいぶん雑に聞かしたねこの子ねマイケルスミスマイケル・スミスかなブーケル・スッケンスどこの国から日本へブルンジ共和国ですそれどこ、まあ、あれですよアラビカが有名なところですよいやもうラチが開かないラチが開かない何なんだこのクラスマジで真島涼子さん三上俊平くん矢口直子さん和田一郎くんなぜこの子たち今顔なんだ